はい、こんにちは。拓郎と申します。今日はベクトルですね。このような条件が与えられていると。内積も与えられとると。そんな時に、A、A-B ベクトルのでっかさ、求めてください。という問題です。はい。どうしていきましょうかね。この条件からいろいろ計算をしていけると思うんですけど、まあ、ゴールは見据えといてくださいね。ベクトルの大きさを見るっていうことは、まあ、この2乗を計算することになるわけですよね。この2乗計算すると、 ベクトル A の大きさとベクトル B の大きさと内積がいりますから、まあ、ゴールとしては、A と B の内積がいるなっていうふうに、まず考えてくださいね。まあ、あるいは、ベクトル A、ベクトル B のナス角、シータとすると、こういうふうに表せますから、ね、コサインシータ、ナス角のコサインが分かってもいいなっていうふうな方針になるのかなと。 思います。ということでね、条件を眺めるんですけど、内積が出てくるような、例えば A プラス B のベクトルの大きさが分かってるとかならね、内積がすぐ出てくるんですけど、そういうものがヒントに全くないので、ちょっとこっちの側、コサインシータ、ナスカクコサインシータを出す方針にしていこうかなと思います。というのもね、こっち側、ベクトル A、ベクトル B の内積から、 A と P のナス角のコサインが出せますよね。大きさ分かってて内積が分かっているから。こっちも、ベクトル B と P のナス角コサインが出せそうなので、今日はね、一旦そっちの方針でやっていこうかなというふうに思います。だから、ナス角アルファベータとしましょうか。 これを用いますと、こんな風に書けますよね。大きさかける大きさかけるサインっていうのが内積ですからね。計算しますと2、2割ルート10ですから、ね、こんな風になります。コサインベータの方も、 こんな風に計算できますね。なんで、まあ、文字を置いたんで、範囲を言っておきますと、こんな感じですかね。この値、ちょうどいい感じなんですよね。図を書きますと、そうですね。例えば、原点の名前つけますけど、原点をで、OP ベクトルのことを、小文字 P ベクトルと、 呼ぶようにしますよ。そうすると、ナス角のコサインがルート5分のルート2ですから、ベクトル A の先っちょ、点 A としますよ。そうすると、ちょうどこうなってるってことがわかりますよね。コサインっていうのは、直角三角形の斜辺分の挟む辺。斜辺分の挟む辺ですから、 こうなってないとおかしいですよね。三角形 OPA は、角 A が直角であるような三角形ってことですね。こっちも同じですね。例えば、ベクトル B がこっち側に伸びてるときは、ね、ベクトル B の大きさルート3ですから、ね、90度になるわけですね。 この、ベクトル B の先っちょを点 B とするならば、角 B は90度でないといけないですよね。斜辺分の挟む辺、斜辺分の挟む辺ってなってますからね。で大きさがルート3ですから、こういう関係になってるっていうことがわかります。なので、この場合は、四角形 OAPB は、長方形ですよね。えっ、ー、と、ここの長さはルート2。ここの長さはルート3ですからね。 三平方の定理から PB の長さ、PA の長さ出ますんで、平行四辺形で一つの角が直角であれば、長方形です。ベクトル A- マイナスベクトル B っていうのは点 B から A に進むベクトルですから、点分 AB のことですね。この場合は、点分 AB の長さは、あ、ルート5やんけ、という風うに簡単に計算することができます。ね。ただ、これだけじゃないですよね。この2つの条件から、 OAP と OBP の形状はただ一つに決まるけど、四角形の形状 OABP の作る四角形の形状はただ一つには決まりません。二つあります。もう一つは点 B と点 A が OP に対して同じ側にあるとき。 こんなパターンも存在するから気をつけてくださいね。このパターンの時は、結局この線分 AB の長さを求めるわけですが、違う値になりますね。かなり小さい値になりそうです。ということで、2つの三角形の形状は固定なんで、平面上ではこのパターンしかない。ので、それを確認した上で、答案を書いていきましょう。ベクトル A とベクトル B のナス角っていうのは α、α プラスベータの時と α、α マイナスベータの2通りがあるよ。 いうことができますね。ということで、なったくのコサイン出したらな、飽きませんね。ここのコサイン。ね。なんで、サイン出しときましょうか。ね。サインアルファとサインベタ。 こうしかないですね。この図からやってもいいし、サインとコサインの相互関係からやってもいいけど、まあ相互関係っていうのは、この直角三角形から出てることですからね。これは、はい、すぐ出ると思います。もちろんどちらの場合も一緒ですよ。はい。コサインアルファプラスベータ。ね、過法定理用いてもいいけど、このパターンの時は90度ですよね。長方形だから。 こっちは計算しましょう。これも付けからやってもいいですけど、まあ、下方定理でいいかなと思います。ということで、二通りコサインが求まったので、ね、このベクトル A-B の2乗計算します。 ね、こうですね。展開するとこんな感じになります。こ,こが、ベクトル A、ベクトル B の内積っていうことですね。予言定理とベクトルの大きさっていうのは同じ考え方になってます。というか、まあ、ベクトルの大きさの2乗を考えることが予言定理を含んでると言ったらいいでしょうか。ね、この形になりますから、計算すれば OK。A プラス B の時は0ですから、まあ、三平方の定理ですよね。 はい、整理しまして、こうですね。なんで、ルートをかぶして、と計算することができます。 はい。まとめ。時期も時期ですので、基本事項をしっかりとしておいてください。ね。ベクトルの内積。大きさ、大きさ、コサインっていう考え方。あと、過方定理。ずっと出てきますか大丈夫ですかただまあ、今回のポイントは、ちょっと漠然としますが、更新最後のゴールを見据えて歩いていくこと。目的を考えながら、式変形をしていくこと。そして、図を書いてどういう状況かなっていうことを、 考えるっていうことです。ちょっと気づきにくいですが、この二つの状況があるよっていうことを考える、気づくのは図が一番わかりやすいのではないかなと思います。三角関数の値から二つの三角形の形状は決まるけども、ね、反対側にあるときと同じ側にあるとき、A、線分 AB の長さが異なるよっていう風なことと答えが対応してるねということがね、すっきりわかればいいのかなと思います。 図は万能ではないですが、ね、間違いに気づきやすい。間違えた時に反省しやすいっていうのがね、この反省がイメージとして頭の中にしっかり残りやすいのがいいところなのかな、個人的には思っています。はい。今日の授業は以上です。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。